磁気濃縮型爆薬発電機とは高性能爆薬を使って磁束を圧縮することによって強力なパルス電流を発生させる爆薬発電機の一種である。1950年代初頭に核融合研究のために非常に短くて強力なパルス電流を発生させる装置が必要になったことからソビエト科学者によって発明された。マルクス発生機は そのような強力な電力を発生させることができる当時で唯一の装置であった。必要な力を得るためのコンデンサは大変に高コストだったため、より経済的な装置の開発が求められた。最初の爆薬発電機は必要な大電力を満たすように設計されていた。大きさ B の一定強度の磁場が平局面 S を横断するとき、磁束ファイは B と S の席に等しい。磁気濃縮型爆薬発電機は、磁気濃縮と呼ばれる技術を使用する。この技術次の条件で可能となる。抵抗の電流損失が無視できるほど、十分に短時間で装置が動作するような時間尺度の場合、そしてまた胴体に囲まれた平局面上の磁束が、平局面の大きさと形が変化するに関かかわらず、一定のままとなるという場合である。 時速の保存はマックスウェルの方程式から示すことができる。この平時速の保存についての最も直感的な説明は電磁系が与えられた変化の反対方向に作用を引き起こす原理により理解できる。この理由により動体による平局面の面積が減少するならば時速が減少することとなり、方位磁束が元の値に戻ろうとするように動体中の 誘導電流を引き起こす。次期爆発発電機では強力な爆薬による様々な技術によってこの現象を得る。圧縮過程は爆薬の化学エネルギーを相応の大電流に囲まれた強力な磁場エネルギーに変換することができる。同様の現象はプラズマ等の十分に導電性の高い流体でも起こり磁場の凍結と呼ばれている。随時、 弦の磁力線外部の磁場が完全動体によって作られた閉じた輪を通っている。9本の力線は磁力線側を通過していることを示している。図に輪の直径が縮小した後の構造輪の直径が縮小すると5本の力線で示される輪を通る磁力線は輪の面積と同じ比率で減少する。磁力線の変化は輪の中にある全体の磁束が保持されるように新しい。 磁場を生成する向きに輪の中に電流を誘導する。図 3. 圧縮後の磁力線外部の磁場と誘導事情を加えることで圧縮後の最終的な構造を獲得できる。たとえ磁力線の分布が変化しても輪を通る全体の磁力線は保存されたままであり、電流は導電リングの中で生成される。単純、基本的な原理の磁束圧縮は 数々の異なる方法により応用されうる。この領域の開拓者であるベニーフのソビエトの科学者は、三つの異なる種類の発電機について着想した。それぞれの発電機は、必要ならば、独立して最適化されうるし、連続段階の連鎖をするようにもなる。それぞれの生成するエネルギーはパルスを増幅する、次段に伝達されるなどする。例えば、ディームグ発電機は、 マークマイナス -2 型発電機に供給されると予測される。1952年の春、RZ リダル、EA フュークティストーバ、GA ジャーコブ、および AA チャバレイバは超高電磁場を得ることを目標にこの形式の発電機で最初の実験を受け負った。フォローチューブジェネレーター、マークマイナス -1 発電機は下記のように機能する。ファンクションオブ。 エーヘリカルジェネレーターディスクジェンナーイターズありがとうございます。